体とその気持ちが乖離していくような話だったんで本当につらかったですね。だからあのなるべくあの一室でほとんど家での撮影だったんですけど、もうそこではとにかくその撮影以外はもうとにかく楽しく過ごそうと思ってベラベラしゃべってましたけどね、はい、そうだったんですか。石田さんねご一緒されててそんな感じでしたか。はい、はい、はいだけかいあの撮影以外の堤さんは本当にずっと薪ストーブの話をいかに薪ストーブがね素晴らしいかという話をされていて、はい、もう私は薪ストーブが今欲しい。欲しいでしょ、はい、ね、本当にじゃあプレゼントしますっていうもんでもないんでね、あれなかなか家にパッとつけれないんでね、うん、もしもお二人が本当の夫婦だったとしたらお互いに何か望むことっていうのはございますでしょうか。僕ですか、はい、医者さんに望むこと何にもないですもし本当に奥さんだったら本当何にもないです。何にもないんですけど多分1日 2,3 回はなんか面白をこうやってくれると思うのでそれだけは期待してちょっとなんていうんですかねトンチンカンなところがあるのでいやそれを期待して毎日楽しいと思いますよ。何にもないなんて嘘です。多分嘘嘘望みないね全然ない。いや私よく撮影中に堤さんに本当に手順を覚えない人だねって言われ続けていたのでちゃんとやってくれって内心思っている。いやいや全然あこんな人いるんだと思ってなんかまあ いろいろ作業しながらセリフ言っててで、まあ、何回も何回戦かやったりするときにもう一から覚えてないんですよ。一番最初に例えば布巾を取りましたってやってセリフ言ったとしたら最初の布巾ぐらいは覚えてるじゃないですか。全く覚えてないんです。こんな人いるんだなと天然記念物みたいなもんでした。でも最初の4人で食卓を囲むシーンは結構長かったですもんね。ご飯食べるシーンでつながりでやるところはあそこは確かに難しい。どこでキャベツとかね。はい、そうなんです。途中が一番石田さん大変だったのは洗濯物を畳むっていうのが。そうです。私本当にそういうのを覚える能力がなくて。ないんですか。でもちゃんとやってらっしゃってましたよ。なんでしょうね。本当ちょっとやばいなと自分で思うぐらい忘れてしまうんですよ。そうですか。だから洗濯物を畳みながら私が喋ってるシーンが出てくるんですけれどシーン大変でしたね。だからカメラマン手先切ってたのか、はい、切ってました、うん、そういう結構あります。あ、そうですか。最初はもちろんちゃんとやってますけど、ね、その後結構ね、記録ガールがそうです、ね、こうですこうですって記録の方厳しかったのを覚えています。厳しかったですね、はいはい、いちいち厳しかったいちいち言っときます。今そういう仕事ですからねそれはね記録の方の、はい、ちなみにじゃあ石田さんは堤真一さんに何かもし夫だったら望むことっていうのは何でしょうか。もう堤さんは本当に楽しそうにいつも薪ストーブの話をそれしかしないみたいじゃん薪ストーブがいかに素晴らしいかでそのもう薪ストーブの話をしないでいただきたいというのが私の願いです。はい、3日に1遍ぐらいで喋るとしたらね、はい、夏場はさすがに話しないんで、はい、そうですね、はいはい、冬ちょうど冬の時期だったんで、はいはい、いやごめんなさい冗談です失礼しました。本当に素晴らしい私が何をやっても全部ドンと来いって受け止めてくださる方なので私は本当に思う通りに好きなようにさせていただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。こんな夫婦はいないですきっと。